まあ、他の手としてはこういうふうに、コスむというのも、まあ、これはあんまりいい手とは、言えませんね。まあ、これもあの何通りか、あの黒から殺し方ありますけれども、こんにちは、柳沢です。今回からですね、あの有名な1号マスの形について解説をしていきます。まあ、1号マスっていうのはこの白の形なんですけど、まあこの白のね、形状とこのサイズ感が、まあ1号マスなんでしょうね。どなたが名付けたのかわかんないですけど、まあすごくいいネーミングだなと思っています。で、まあこれ1号マスはですね、実戦で大変できやすい形であるんですけれども、まあすごく理解が難しいとされる形の代表の一つですよね。で、まあそれはなぜかっていうのを考えてみると、まあこれ理解したと言えるまでの情報量がね、かなり多く必要になってきます。正解手順だけ知るっていうのは簡単なんですけど、なぜその手が正解なのかっていうのがしっくりくるまではなかなかの情報量が必要かなと思います。さらにですね、これまあ類似形がまあ多くて、こういう羽がね、あったりとか、まあどっかダメがこう開いていたりとか、まあそういうので、ね、話が変わってきたりしますよね。まあ今回からこの1号マスシリーズをやっていきますけれども、まあその辺をね、実践で安心して使える状態まで整理していくというのが狙いです。まず今回はですね、このようにすべて外側のダメが詰まっていて、羽も、まあ、効いていないと。まあ、こう、外側の黒が万全な状態で、まあ、1号マスをどう、攻めていくかというのを、考えていきたいと思います。で、これはまず結論なんですけど、もう黒線、こうということになります。ただし、この外側がね、万全な状態であれば、これ、こうにするやり方がね、たくさんあります。まあ、その正解もたくさんあれば、黒の失敗である攻め方ですよね、その、まあ、コウにならないというか、白を、まあ、取ることができない、その攻め方であっても、すごく見るべき面白い変化があって、まあ、この形一つ取ってもね、動画をかなりの回数に分けることになろうかと思います。まあ、しかし、まずここを理解しておくと、次のダメが開いた時とかの、まあ、羽が加わった時とかね、まあ、その話もやっていきますけれども、まあ、その時の理解にもつながりますので、お付き合いをいただきたいと思います。まあ、いろいろ正解があると言ったんですが、まあ、ズバリ、まずはね、一番王道の攻め方。この、真ん中の置きですよね。これから行きたいと思います。まあ、これへの理解が一番重要ですよね。で、まあ、これを理解するというのはどういうことかっていうと、これに対する白の受け方を、まあ、理解するということですね。で、まあ、おそらくですね、何の予備知識もなければ、まあ、こういうふうに、ぶつかりで受けたくなるんじゃないかなと思います。まあ、これね、もし白がもう一回こういうふうに受ければ、これ白の、理想的な形ですよね。ですから、もちろん黒は、ここに打っていきます。で、そうすると、白も、まあ、次の手はもう一手しかなくて、次に黒にね、こう当たられたら、いけませんから、こう、下がって当たりを止めるということになりますね。まあ、ここまではね、あんまり変化の様子がないんですけど、じゃあ、ここで、黒はどうするかっていうと、この下がりが、いい手になります。で、ここで白はですね、こういう風にこう、まあ、一歩ずつ打っていくのは、黒に、こう打たれまして、で、黒にここに打たれると、白はこの後ですね、まあ、何回か手をかけて、この黒を取ったとしても、これ4目中での形になってますので、黒がこう打った瞬間に、もうこの白はすでに、死んでいるということになります。まあ、なので白はここでね、こういう風に、まあ、打つ方が、まあ、急所なわけなんですけど、まあ、しかし、それでも黒はこういう風に普通に取り込んでおいて、まあ、白が詰めてきても、これ、外側からダメを詰めておけば、まあ、白はダメ詰まりのために、ここに、入ることができませんよね。これ、目あり目なしということで、まあ、白、死にとなります。というわけで、白のこの受け方は、まあ、ダメだということですね。まあ、これ、打足ですけれども、これ、反対側からぶつかりも全く同じ形ですよね。まあ、同じで、向きが変わってるだけなので、向きを変えて同じことをやれば、同じく白死にとなりますね。じゃあ他にどうするかっていうと、例えばまあ、じゃあこういうふうに、目いっぱい白が広げたりすると、まあこれはね、こういうふうに打って、まあこういうふうに打っておいても、これはまあ、目あり目なしですよね。まあさっきよりももっとね、白がこういっぱい詰めなきゃいけませんので、まあより、わかりやすく、まあ、目やり目なしで死んでるということになりますね。まあ、これ他にもですね、ここに跳ねるとか、まあ、こう下がるとか、まあ、そういう手でも、死んでますけれども、まあ、まあ、これが一番わかりやすいのでね、まあ、そんなに考える必要ないんですが、まあ、気になる方は、ちょっとそちらも検証してみてください。まあ、他の手としては、こういうふうに、コスむというのも、
まあ、これはあんまりいい手とは、言えませんね。まあ、これも何通りか、黒から殺し方ありますけれども、まあ、ぶつかってもいいですね。ぶつかって、こうやって、まあ、押さえていって、まあ、これもやっぱり、目やり目なしになってきますし、まあ、これ単に押さえてもいいですし、まあ、こう、跳ねから行ってもいいですね。まあ、ですので、まあ、この手もこの手も、まあ、そんなに、まあ、白の抵抗とは言えないですよね。あっさり死んでしまいます。まあ、他の手なんですけど、まあ、これはもう打足かもしれないですけど、これとかはもう問題外ですよね。まあ、これとか、あと、これとかはもう問題外ですよね。打って逆に死にますね。もう自ら死にに行ってるような手で、黒がもう、この時に手抜きで死んでいます。で、まあ、そうやって考えていきますと、実はこれね、白の打つところが広いようでいて、まあ、あんまり、抵抗もないですし、こっちから行く手とこっちから行く手が、左右対称で、まあ、一緒なんで、まあ、意外にパターンは少ないんですよね。で、そうすると、導き出されてくる、まあ、唯一の、抵抗が、見えてきますね。まあ、それはここに、つけるということです。まあ、これは本とかを読まれて、この手がいいというのを見たことがある方は多いんじゃないかなと思うんですけど、じゃあなんでこれがいいのか、っていうのが、まあ、しっくり来てるかどうかっていうのは結構大事かなと思っていて、じゃあなんでかっていうと、まあ、これ以外の手は全部ダメだからっていうことですね。なんでこんな手がいいのかな、納得いかないなとか、思っても、答えはないですね。これ以外の手がダメだからという以上でも以下でもありません。あ、これも打足ですけど、ツケもこっちでもこっちでも、一緒ですね。はい。ということでですね、まあ、このツケしかないというところに絞られたところで、まあ、今回はここまでにしておいて、この後の変化は次回に譲りたいと思います。というわけで、まとめますと、この1号マスの形は黒線、砲であって、で、この外側の黒がもう万全な状態であれば、いくつも攻め方があるけれども、まあ、まず最も王道の攻め方は、この2の2の置きであるということですね。で、対する白の受け方は、まあ、このツケ、まあ、どっちかにツケしかないということでした。はい。というわけで今回は以上です。この動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録、Twitter のフォローもぜひお願いします。ご質問はコメント欄か、画像が送れるフォームがありますので、そちらからお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。